はい、フロファミです。今回はですね、まさかの、敗退となってしまった、かなり、失望感とか喪失感の、大きい、結構ねサポーター的にも、選手の方にも、メンタル的に結構ダメージがでかかったんじゃないかなというふうに思う、ACL、三等戦について、振り返っていきたいなというふうに思います。そのね、大きな失望感とか喪失感の中でも、まだまだリーグ戦もありますんでね、そのリーグ奪還への、希望っていう部分も、垣間見える部分もありましたので、そこの部分についてもね、話していきたいなというふうに思っております。でね、まだ本題に入る前になんですけれども、一つ言わせてほしいことがありまして、それがですね、平日5時キックオフはダメでしょうっていうことですね。僕の場合なんですけれども、仕事の定時が5時半ですと。で、まあほとんど5時半に上がることっていうのはなくて、その日の日報書いたりとか、そういう、見積もりを作ったりとか、そういったいろんなね、事務作業をしていて、だいたい18時半とか、19時過ぎぐらいに帰るっていうことが多いんですけれども、昨日もね、19時過ぎですと、っていうことでね、ほとんどもう試合が、仕事が終わった時点でもうほとんど試合の残り時間がないっていうような感じで、僕はもう試合確認するっていうのはもう全部が決まった後だったんですけれども、これですね、同じような状況のサラリーマンの方多いかなというふうに思います。で、例えば僕が5時半に、仕事を終わったとして、スムーズに、定時で退勤して、スタジアムに向かうと仮定した場合に、5時半に会社を出て、スムーズに行った場合で5時45分に電車に乗って出発するというところで、もうその時点でもうほぼほぼ前半が終了していると。で、駅に到着して、轟きに着いてっていうところで考えると、試合時間残り10分が残ってるかどうかっていうところが、僕の、状況で考えるとそういう感じになるのかなというふうに思うんですけれども、同じようなね、方多いかなって思いますし、もしね、残業になった場合とかも、実際僕も残業で、7時過ぎに、会社を出ていますし、そうなった場合にですね、前売り券を、買っていた場合に、前売り券がほぼ無駄になってしまう可能性っていうのが高い中で、このね、平日5時キックオフの試合の前売り券を買うサラリーマンっていうのは、ほとんどいないんじゃないかなっていうふうに、思いました。でね、この、ACL も興行です。サッカーは見てもらってなんぼだと思うんですけれども、その興行である以上、この集客っていうのは最重要に、大事な、ことなんじゃないかなっていうふうに、思うんですね。で、そういったね、僕みたいな、サラリーマンとして、働いてる方にとっては、なかなかね、前売り券を、買うっていうのはリスキーですし、そういった中でね、クラブの、収入にも、大きく影響してくるんじゃないかなっていうところで、実際にね、僕の方にも講演会の、メールで、チケットが、無料ですみたいな、そういうメールも来ましたし、結構ねチケットさばくのに、苦戦しているような印象もありましたので、こういうときね、5時キックオフってどういう経緯で決まったんだろうとか、それに対して AFC との調整とかってなかったのかなっていうふうに非常に思いました。これはね、J リーグが5時キックオフはちょっとみたいな感じで、せめてね文句を言うみたいな、でこの5時キックオフはダメですよみたいな、日本ではみたいな、そういうのをね、AFC に対して、結果変わらなかったとしても、伝えていくっていう、そういうことはね、必要かなっていうふうに思うんですけれども、そういうね、試合時間決定のプロセスとか、そういうね、交渉とかっていうのが表面には出てこないので、全然実際にはやってるのかもしれないんですけれども、そこがね、今回、平日5時キックオフは、ダメでしょうっていうのがね、僕の思ったところになります。同じようにね、平日5時キックオフなんか、無理だよっていうふうに、ダメだよって思ってる方はですね、ぜひ高評価と、それからチャンネル登録も、していただけたらなというふうに、思いますのでよろしくお願いします。ということでね、本題に入っていきたいなというふうに思います。
ACL ラウンド16のセカンドレグ、先頭対残戦ですね、いつも通り、メンバーと結果を、振り返っていきますと、で ACL の勝ち方と、スタンスのギャップっていうところなんですけれども、こちらですね、ACL での、勝ち上がり方と、フロンターレの、ACL のスタンスへの、ところにギャップがあるんじゃないかなというふうに、思いましたので、少し話していきたいなというふうに思います。それから、次なる目標はリーグ奪還と、まあ、今シーズン一番大きい目標と、クラブとして一番大きい目標として ACL 制覇を掲げていたのかなというふうに、まあ、ここ数年そうかだったのかなというふうに思いますけれども、まあ、早々に、ついえてしまったということで、次なる目標はリーグ奪還になるというところ、それから、そのリーグ奪還への、希望となる部分ですね、まあ、僕はもうこの試合を見ている時にはもう ACL 敗退が決まっている状況でこの試合を、見ていたと、まあ、試合終了後に、試合を見ていたわけなんですけれども、であればですね、大きなもう失望と、喪失感の中で、試合を見ているわけなので、その次の目標であるリーグ奪還に向けた、希望をちょっと探しながら、見ていたと、そういうようなスタンスでこの試合を見ていたんですけれども、まあ、探さずとも見つかるというか、そういう感じなんですけれども、見つかったという感じなんですけれども、そこについてね、話していきたいなというふうに思います。そして ACL2425 へというところで、まあ、今シーズン、今シーズンというかこの2324ACL に関しては、ラウンド16で敗退ということが決まってしまったんですけれども、今シーズンまだ、後半戦に、まあ、昨年の、天皇杯優勝によって、出場権を手にした ACL の、グループステージ始まりますので、まだ今シーズン ACL あるということで、そこについても話していきたいなというふうに思います。でまず、三等戦のメンバーなんですけれども、三浦颯太選手が初スタメンですね。選手の1週間前の三等戦では、ベンチ外ということで気になってたんですけれども、おそらくなんか軽い怪我なのか体調不良なのかっていうところだったのかなというふうに思います。それからセンターバックでは大南選手と丸山選手のコンビということで、先週の三島対山戦ではジェジル選手と大南選手だったんですけれども、そこでねやっぱり僕もディフェンスの部分でのリーダーシップっていうのが、少し、足りてないのかなっていうふうに感じた部分はありましたので、この部分ですね、富士フィルム、スーパーカップで、パフォーマンスを発揮した丸山選手がスタメンに入ってきたのかなというふうに思います。それからですね、トピックスとしては早坂選手と松井選手のベンチ入りっていうのが自分の中では多いというふうに思った部分です。まず早坂選手は僕何度も言っているのであれなんですけれども、ゴールキーパー陣の中で唯一の20代の選手がなかなか第3ゴールキーパーに絡めない、まあ、上福本選手とチョン・ソンリョン選手が1番手2番手でそこで争いをしているっていうのは分かるんですけれども、そこの3番手になかなか早坂選手が食い込んでこれなかったっていうのが、少しゴールキーパーの編成上の、いびつな部分かなというふうに思ってたんですけれども、この試合で、早坂選手ようやくベンチ入りできたというところと、それから、松井蓮司選手ですね、昨シーズン、町田ゼルビアに、期限付き移籍しましたけれども、まあ、その前からね、なかなか、試合のメンバーに絡めないというところもあって、まあ、町田ゼルビアにレンタル期限付き移籍して町田でそこそこ試合に出てたと、でそのまま町田に完全移籍するのかなというふうに思っていたフロンタルサポーターも多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、松井選手がレンタルバックで復帰してきて、実はこれ3試合連続のメンバー入りとなっております。でなかなかね松井選手試合出場はかなってない状況ではあるんですけれども、これはですねしっかりと鬼木監督の構想に入ってるっていうことなのかなというふうに思いましたので、松井選手の活躍っていうのもね、期待したいなというふうに思っております。ですね、試合結果は、残念ながら、2対4での、敗戦となってしまいました。これはですね、前半のやっぱり2失点っていうのが、大きく響いたのかなっていうふうに思います。その中でもですね、三浦選手の、素晴らしいゴールとエイソン選手のゴールというところで、2点は取れましたけれども、最後ですね、もうロスタイム試合終盤のところに、1点を決められてしまって、相手に勝ち越しを、まあ、初めて、この試合を
試合2試合を通じて、その最後の残り1分のところで初めて、相手に勝ち越しを許したところで、試合終了となってしまいまして、チャンピオンズリーグ ACL は、敗退ということになってしまいましたと。でこの ACL の、勝ち方と、フロンターレが ACL に挑むに至ってスタンスのギャップがあるんじゃないかなっていうふうに、僕は感じています。っていうのもですね、まあ、今回決勝トーナメントとでグループリーグは、5勝1分け無敗で、突破できたわけなんですけれども、まあ、グループリーグに関して言えば勝ちに行く戦いっていうのが重要で、ここ何シーズンもフロンターレが、勝ってきたっていうのはそういったね、まあ、あのリーグの優勝を、リーグのタイトルを取ってきた時っていうのはそういう勝ちに行くサッカーで、勝ちを積み重ねて、数字を積み上げて勝っていったわけなんですけれども、またリーグとはね、トーナメント戦い方は違うかなっていうふうに、思っておりまして、リーグでは勝ちに行く勝ち方とで一方でトーナメントでは負けない戦い方が重要になるんじゃないかなというふうに、感じています。でこの一例になるのが、昨シーズン、優勝した天皇杯決勝なんですけれども、柏さんですね、120分延長戦まで戦って、PK 戦まで行ってようやく勝てたというそういう試合になるんですけれども、この120分間延長まで含めた試合丸々、通してほぼ、いいところがないと。で柏レイソルに、攻められまくっていた、中で、失点はせずに、それから、PK 戦に入っても、まあ、ピンチというか、選手が PK を外してしまって、これで決められたら負けっていうところで、ソンリョン選手の神がかり的なセーブもあり、負けなかったというところで、引っ張った結果勝てたというのがありますと。でもう一つ例があって、これはルヴァンカップの、札幌戦だと思うんですけれども、これもね同じように PK 戦で、ね、勝った試合になるんですけれども、これもですね、負けなかった結果、勝てたというそういうような試合になってるんじゃないかなというふうに、まあ、思い出してみると思うんですけれども、やはりですね、まあ、あのもう一ガンバに、勝って優勝した天皇杯っていうのはあれはちょっと、コロナで、天皇杯の形自体が、相当イレギュラーな形だったのでちょっとあの今回のあれから外すんですけれども、このね、ルヴァンの、札幌戦決勝ルヴァン決勝の札幌戦と、天皇杯決勝の、この柏戦っていうのを、考えた時に、トーナメントでは、負けないっていうことが非常に重要であるということを、僕はちょっと感じているんですけれども、この三島対山戦の試合後コメントではですね、なんかその得点を、取りに行ったところでなかなか取れなかったみたいな、コメント、鬼木監督のコメントだとか、あとは山本選手の、まあ、攻めに行って勝つのがフロンターレみたいな、そういうのもコメントもありましたけれども、そこの部分でですね、ACL っていうかトーナメント戦の、勝ち方の、と、フロンターレが、ACL に今回挑むにあたって、そのスタンスに、ギャップが出てたんじゃないかなっていうふうには、思ったところが一つあります。でそれからですね、まあ、ACL に負けてしまったということで、次なる目標はリーグ奪還になるということで、もう何かっていうと、もう ACL に負けちゃったので、前半戦はもうほぼリーグしかないっていう中で、スカスカの日程になるということで、かなり、有利に、進めるかなと前半戦は思っております。特に、フロンターレ今年は開幕前に3試合を3試合の勝ち試合を、消化しているので、開幕のね、あのガチガチ感みたいなのはなく、スムーズに開幕戦に入れると思いますし、少しずつね連携も選手の特徴っていうのも公式戦の中で分かってきている部分もあるかなというふうに思いますので、 ACL のねこの敗退のショックを振り切るためにも、それからですね後半戦のまたグループステージも始まって、後半戦かなり逆に日程きつくなるかなというふうに、天皇杯もありますので、後半戦のかなりきつくなる日程を考えるとACL 敗退のショックを振り切るというところと、後半戦の日程を踏まえた上で、スタートダッシュが、必要になる
っていうことになりますので、ACL の敗退で、緩い日程になった前半で、どれだけ勝ち点を稼げるかっていうのが、リーグ奪還に向けて必要になってくるのかなというふうに、思いますと。でその、リーグ奪還への、希望っていうところを探しながら、この試合を見ていたんですけれども、まず、三浦颯太選手先発でデビューしましたと。で縦への、推進力が、抜群だなっていうのは、皆さん感じたところかなと思います。これね、ドリブルでもそうですし、それから相手のね、空いたスペースを見逃さずに、そこにランニングしていくっていうところの、縦への推進力っていうのが非常に、強い推進力を持った選手で、マルシーニョ選手が、三浦颯太選手両方ともですね、突破力がある選手っていうところで、かなりね左サイドからの攻撃っていうのは、マルシーニョ選手頼みではなくて、2本の矢で、攻められるっていうところが大きいかなというふうに思います。それからですね、三浦選手の、ドリブルっていうのが、縦に突破するだけじゃなくて、結構ねいろんな方向にドリブルしていくというか、相手のプレスかけてきた相手をドリブルで普通に突破して、その相手をプレスを無効化するような、そういったようなねドリブルもできるっていうのが、すごいなというふうに、思いました。ノボルダト選手っていうのは、パスの、リズムを作っていくみたいな、そういうイメージだったと思うんですけれども、三浦選手はですねそのビルドアップの際に、ドリブルで相手のプレスを無効化できると、1枚剥がしてから、味方につける、パスを出せるというか、そういうようなねプレーもできて、出ていたので、そういった意味ではね、かなり新鮮味もありましたし、素晴らしかったなというところと、あとはねドリブルで突破していった時の、体の強さ、相手に、体を当てられても、倒れずに、進み続けるみたいな、そういう馬力もあって、かなり、三浦選手っていうのは、ここフィットしてくれば、大きな戦力になるんじゃないかなというふうに、感じたところです。それからですねやはりエディソン選手ですね、2試合で2ゴールなんですけれども、この試合もそうなんですけれども、前節の、3と対戦戦もそうですけども、まだまだね多分エリソン選手が欲しいタイミングで、ボールが入ってないと、ビッグチャンスみたいなシーンっていうのは、実はあんまりなくって、その中でもね2試合で2ゴールを決めているというところですね、これが周りがですねエリソン選手が欲しいボールを分かって、チャンスメイクをしてお膳立てを、することができれば、この得点のペースっていうのはね、リーグ戦かなり、ハイペースで積み上げられるんじゃないかなというふうに感じましたと。それから豪快な守備なんですけれども、エリソン選手の体で迫っていく守備ってかなり豪快ですし、見応えもあって見てる側としては結構楽しいっていうところがあって、でスタジアムがエリソン選手の守備で盛り上がるっていうような場面が 何回かありましたので、そういった意味でもね劣勢の場面でも守備でリズムを取り返せるというか、スタジアムの空気を変えれるというような、そういうね能力を持った珍しい選手かなというふうにも思いますので、そこはですねリーグ奪還への希望になるのかなというふうに思いました。それからもあと一個、これはエリソン選手の特徴の部分で、復帰選手に似てると、非常に言われているんですけれども、エリソン選手の、ゴールの、シーンですね、マルシーニョ選手の、シュートがこぼれ球に詰めたあのシーンなんですけれども、あのね、しなやかな腰のひねりが、テセ選手みたいだなというふうに僕は思いましたと。でテセ選手の、腰の、しなやかなあのしなりというか、振り返りざまの腰のあの、なんていうのですかね、しなりというか、しなやかな、ひねりというかっていうのをね、使ったシュートっていうのは結構印象に残っている方っていうのは、多いかなというふうに思うんですけれども、この腰の使い方、ひねり方、強靭なあの体幹腰のっていうところがですね、非常に、テセ選手に似てるかなというふうに思いました。ということでですね、復帰選手のような、体幹で、左利きで復帰選手のようというふうに言われているんですけれども、腰は
ケセ選手かなというふうに、思いました。ということでですね、まあ、前の、三等戦の動画でもエルソン選手は、復帰選手っていうよりかは、まあ、いろんなねマルチな、才能を持っている選手かなというふうに言ったんですけれども、そういった意味ではね、テセの腰を持っているというところが言えるんじゃないかなというふうに思いましたと。それからですね、山本選手、これはもう天才なのかなっていうふうに、なんかちょっと見ててこっちが、恐ろしくなるぐらい、素晴らしかったですね。で、まあ、職場に実は年間のほぼ全てのガンバの試合を行っていると、先日の、広島とのこけら落とし、新スタのこけら落としマッチも、広島に行って、観戦してた、ガンバサポーターの先輩がいるんですけれども、ガンバ時代はほとんど自分でシュートを打つことはなかったということを言ってたんですけれども、この試合もですねしっかりと、ペナルティーエリアに食い込んでいって、シュートを打つシーンとかもありましたので、まあ、ガンバ時代からの進化という部分でまずはですね、結果への意識、自分自身が結果を残すっていうことへの意識が高まっているのかなというふうに、思いましたし、それっていうのはですね、リーグ戦でも変わらずに、意識として、持っている、山本裕貴選手は今シーズン、おそらくご自身の課題というか、進化する部分として、取り組んでいる部分かなというふうに思いましたので、そこはですね、間違いなく、結果として残っていくかなというふうに、思っていますし、あとはですねボールの受ける位置がめちゃくちゃいいと、相手と相手の間に立ってインサイドハーフの、アタッカーの選手よくそんな位置でボール取れ受けられるなというふうに思うんですけれども、ポジション取りがめちゃくちゃいいと、それからですね、出すまでのスピードがめちゃくちゃ速いっていうところで、おそらくまあもう見えてると、ケンゴ選手も、山本選手を見てるときにケンゴ選手を、見てるような気持ち、まあ、全然姿勢とかそのプレーのボールの蹴り方とは全然とか全然違うんですけれども、そこ見えてるんだみたいな、そういうパスを、もう考えてなくてもう分かってるみたいな感じで、パスを出すと、見てからパス出すんじゃなくてもうそこ動いてるでしょ、だからパス送っとくねみたいな、そういうようなねパスすっごい、何本もバスバス出してたと、受け手がね、欲しがると、欲しいなと思っているようなボールを、ボールを受けて振り返った瞬間にもう出してるみたいな、そういうパスが、多すぎて、とんでもない選手だなというふうに、思いましたと。でこれがですね、例えば、山本選手、新卒で入ってずっとフロンターレでやってました、気心を知れた仲間ともう 2,3 年、連携ができてて、もうやりたいことが分かるから、こうパスが出せるんだよっていうのだったら、まあ、それでも、すごいことなんですけれども、山本選手、新加入の選手ですし、マルシーニョ選手、それから三浦選手と、同じ左サイドで、攻撃を組み立てていく選手っていうのは山本選手と初めて組む選手、特に、三浦選手なんか昨年 J2 なんで、対戦したことさえないかなというふうに思うんですけれども、その中ですね、もうすでに、どういうプレーをするかとか、どういうボールが欲しいかみたいなところを分かっているようなパスっていうのがもうズバズバ出てたっていうところが、すごかったですし、今回のね三等対三戦の、試合後のコメントでも、三浦選手とかマルシーニョ選手がどういうボールを欲しいかもう分かってるみたいな、そういうコメントもありまして、この選手は本当に恐ろしい選手だなと思いましたし、今シーズンの補強の中で、まあ、かなり、山本選手の補強っていうのは、今シーズンチームにおいてかなり大きな意味を持つんじゃないかなというふうに、思いました。今後もですね山本選手のプレーを見るのが、楽しみになるようなそういったようなね、試合でしたし、同じような、印象を抱いているような、サポーターの方も多いんじゃないかなというふうに思いました。ということでね、リーグ奪還への希望ということで、三浦選手、それからエリソン選手、山本選手と、挙げさせていただきました。前の、ね、動画とちょっと被ってしまう部分もあるかなというふうに思うんですけれども、
このね、新加入の3人がですね、かなり、リーグ戦を戦っていく上で、キーになるんじゃないかなというふうに、思いましたので、話しさせていただきましたと。それからですね、ACL 24-25A ということなんですけれども、今シーズンの後半戦から、新シーズンの ACL の、グループリーグが、スタートするということで、まあ、このね、悔しさを味わったメンバーで、再び ACL に挑戦できるっていうことはですね、非常に大きな意味を持つのかなというふうに思います。まあチームを、リセットしてっていうことではなくてですね、この同じ悔しさを味わった同じメンバーで、もう一回挑戦できるなっていうことはですね、大きな意味があるんじゃないかなというふうに思いますし、エディソン選手は試合後にですね涙を見せてたというところですね、選手たちにとっての、思い入れの強さっていうのね、鬼木監督がやはりそのシーズン前のキャンプだとか練習段階から相当 ACL を想定して、トレーニングを積んでいたんじゃないかなということが伺える、そういったシーンでもあったかなというふうに思いますし、この悔しさを味わったメンバーで、再挑戦できるというところ、それからですね、シーズン後半戦からの、グループリーグスタートになりますので、連携が成熟している中でもの、挑戦となりますと、なので、かなりですね、3投、昨シーズンの、グループステージのように、無敗で、突破というようなことも、かなり再現性高いんじゃないかなというふうに、思いますし、あとはですね、ベテラン選手の ACL にかける思いっていうのは非常に大きいんじゃないかなというふうに、この試合を見てて感じました。ソンリョン選手が、ビッグセーブを連発したりとか、家永選手がボランチの位置まで下がったりとか、左サイドまで、出ていき、ある意味その家永選手の全盛期の頃のプレーですよね、自分のポジションを捨ててみたいな、そういうプレーっていうのが、三都対談戦かなり出ていて、なかなかね、昨シーズンの家永選手なんか右ウィングにずっと張ってるみたいな、なかなかあんま守備もあんま動かないみたいな、そういうイメージは印象はあったんですけれども、そのね、全盛期の家永選手をもう一度見てるようで、少しちょっとね嬉しい気持ちにもなりつつ、そのベテラン選手への ACL にかける思い、それから、まあ、鬼木監督も、そうだと思いますし、非常に、強い思いっていうのをね、感じましたので、今回ですね、決勝トーナメントっていうのは敗退になってしまいましたけれども、もうまたね、同じ、フロンターレのシーズンとしては同じシーズンの中で、また ACL が始まるので、そこに向けてね、また、かける気持ちっていうのをモチベーション高く、突入できるかなというふうに思いますので、次の ACL っていうところに、期待していきたいなというふうに思います。ということでですね、そして、次戦情報になります次の試合に関しては、J リーグの、開幕戦ですね、湘南ベルマーレとの、一戦となりますけれども、この試合は3時、キックオフで、レモンガススタジアム平塚アウェーでの開幕にはなるんですけれども、中継がダゾーンで行われるのと、あとはですね、轟の方で、パブリックビューイングも行われるということですので、平塚に行けないと、時間的な制約とか、チケットの問題とかいろいろあると思うんですけれども、平塚に行けないっていう方はですね、轟で、パブリックビューイングで楽しむっていうのも、いいんじゃないでしょうか。無料で開放しているようなのでね、ぜひ、僕はちょっと子供の習い事とかあって、この時間っていうのはもう完全にもう試合が見られない、そういうような時間にはなるんですけれども、しっかりとね、中継というか試合後、しっかりと試合を見て、また、応援したいなというふうに思っております。ということでですね、今回は ACL 残念な結果になってしまいましたけれども、その中でも、希望の持てるところとか、またですね、J リーグも始まりますので、リーグ戦の方始まりますので、気持ちを切り替えてね、しっかりと、楽しんでいきたいなというふうに、思いました。ということでですね、最後まで、見ていただきましてありがとうございます。フロファミでした。ぜひね、面白いと思っていただけた方はですね、高評価とか、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということでね、フロファミでした。バイバイ。